中国語カホリンテレビ。皆さんこんにちは、清水カホです。今日中国を教えてくださる翔子先生です。老师你好。你好。今日のテーマは名前の紹介です。先生よろしくお願いします。それじゃあ今日は名前の紹介ということで、清水さんのお名前ですよね。中国語で何て言うかまずは教えてもらえますか。我叫清水相穗。はい、上手。綺麗な発音ですね。さあ、中国語で当然漢字なんですけども、そういう名前の中国人ってあんまりいないので、中国の人にはどんな漢字か説明をしてあげた方がいいと思います。なので今日のメインテーマは中国の言葉で中国の人に分かるように自分の名前の漢字を紹介してみましょう。はい、じゃあまず清水さん、自分でどんな風に紹介するか考えてみてください。清水的清是三点水的清，清水的水是喝水的水，香穗的香是香蕉的香，香穗的穗是稻穗的穗。はい、いいと思います。さあ、じゃあ、その今の自己紹介、悪くはないと思うんですけど、あんまり可愛くない。可愛くないな。ちょっとな、おじさんっぽい。おじさん？どのあたりが？喝水、喝水、水を飲むっていう意味もあるけど、お酒飲むっていう意味もあったりするし。ね、で最後がどうしても稲穂の方になるので、そこもあんまり色気ないじゃないですか。となるとこの香りっていう字とか、もうちょっとなんか可愛らしく紹介したい、女の子っぽく紹介したいなって先生的には思うわけですね。ラオシ的にはアドバイスわかりました。シャンシャンっていうの、香り、いい香りっていう感じで考えるのが一つと、それから日本人にも中国人にもすごく有名なお野菜でパクチーってあるじゃないですか。あのパクチー、中国で言うとシャンザイですね。シャンザイって言います。なんかシャンザイのシャンっていう紹介もいいと思うんですけど、嫌いな人いるじゃないですか。何？可愛くない。可愛くないし、パクチーですからね。って考えるともう一つアドバイスです。中国人に中国、日本の漢字を説明するときに、中国の有名なものとか有名な場所、地名とかね、そういうのを使うとすごく、伝わりやすいっていうのがあるんですね。で、すごくいいのが一つあります。北京に香りの山と書いてシャンシャンという山があります。シャンシャン、香る山よ。綺麗でしょ、いい感じでしょ。あ、いいです。お願いです。はい、で、そこは実は北京では有名なモミジの名所なんですね。秋になると、北京中、中国中の人たちがそこにモミジを見るために、訪れると言われるぐらい、とっても有名な場所になります。なので、今日は、そのシャンシャン使って自己紹介、お名前の紹介してみてはどうでしょうか。うん、いいですね。あと、お水もね、いいんだけどな。喝水の水もいいんだけどな、っていう感じなんですけど。でも、例えば、ちょっとおしゃれに、ミネラルウォーターとか、どうですか。矿泉水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 。そう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 、そうです。そういうふうにして、矿泉水とかだとミネラルウォーターのウォーターですっていう感じなので、綺麗。綺麗でしょ。綺麗でしょ。ちょっとおしゃれでしょ。そうです。はい、そんな風にして紹介してみてもいいと思うので、じゃあ、矿泉水と、それから、シャンシャン、シャンシャン、ちょっと気をつけて発音ね。はい、シャンシャンと2つ使って、お名前の漢字の紹介、お願いします。我叫清水相穗。清水的清是三点水的清。清水的水是、矿泉水的水。香穗的香是香山，香山的香。香穗的穗是稻穗的穗。好，很好。これでちょっと可愛くなったと思います。自己紹介が。ありがとうございます。
はい、そうですね。今の日本語に直してみると、清水の市っていうのは、山水の清水の市、山水の清いっていう字ですって言ってますよね。で、水はミネラルウォーターのウォーターです。ね、で、香りは香り山のシャンシャンの香りです。ね、最後、稲穂の穂ですっていうふうにして紹介していることになるんですよね。はい。はい、十分可愛くできました。谢谢。私の自己紹介が可愛くなったところで今日は終わりにしたいと思います。先生、はい、ありがとうございました。まだ、谢谢。再见。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。